皆様お元気ですか？夏美ゆかです。乃木坂付近の旧乃木亭、前からここすごい気になってて、いつも通り過ぎちゃってたんですけども、この日ちょっとの隙間時間が空いたので中に入ってみようかなと思いまして来てみました。これね、旧乃木亭の旧っていう字なのかな、ちょっと昔の難しい漢字ですけど、では中に一緒に入ってみましょう。とこちらの木造のお家が右側、これが乃木大将が住んでいらっしゃったお家だそうです。この日は中に入れないんですけども、特別な日は入れるみたいです。夫婦の命日に合わせ9月12、13は、館内を一般公開しているって書いてますね。で、館内の2階建てで地下のこの間取り図が、断面図平面図と断面図がここに書いてますので、もしじっくり見たい方は一旦ストップしてちょっと中をどうなっているか見てみてください。あとね、私のブログの方でもこの平面図とかもっと拡大したの載せておくので、下にリンク貼っておきますので、よかったら見てください。ここにね、ありますように馬を可愛がり大切にした大将の人柄があって、やっぱりお馬さんを可愛がってる人っていいですよね。で、馬どういう風に飼ってたかっていうと、外側からもう一度見ると奥にレンガの建物がありますよね。あれも何だろうって前から気になってたんですけど、実際に中から入ってみたらば、あのレンガの建物こそお馬さんがいらっしゃった場所だったんですよね。で、しかもこれ見てください、愛馬用井戸、愛がついてますよ。これね、形見たんだけど、馬が飲みやすいような縁になってると思います。ある程度の大きさで首をこう曲げてもぶつかりにくいっていうのかな、すごいよく考えて作ってあげたんだなって思いますあ、こっちにもなんか井戸がありますね。なんかすごいしっかりとした作りですよね、このレンガ。高さもしっかりあって、多分ね、これ中の空気が淀みにくい、ちゃんとお馬さんのことを考えて作ったんだなって勝手に想像してます。乃木大将はお馬さんを何頭か飼ってたらしいんですけども、その中でもね、スゴことぶきっていう漢字に似てるんですが、これスゴって言うんですって。このスゴちゃんとその子供の新玉号って、これね、この漢字の僕みたいな漢字、これ新玉っていうらしいんですけど、このね2頭をすごく可愛がってたらしいです。で、乃木神社のホームページに書いてありました。ここにもね、説明が書いてますので、気になる方はちょっとストップしてじっくりと読んでみてください。この馬屋と、あと実際人間が住むお家、右前に見える、それをね今紹介したんですが、これまだ奥までいろいろあって、ちょっと今日時間があるので、このまんまご案内しようかなと思いますので、一緒に来てください。ここね、お馬さんのスペースの目の前のとこに、なんかね、ちょっと憩いの場みたいなのがあって、ベンチがいくつかあって、ここって昔何してたんでしょうね。お客さん呼んで、眺めながら、まあ、ミッドタウンは当時はなかったと思うんですけど、ね、お弁当食べたりとかしたんですかね。で、お家の方に近づくと、この銅像があって、石像かな？銅像があって、これが将軍様と、あと少年の物語みたいなのが書いてました。詳しくは私のブログの方にも、この左に説明書いてある部分の拡大を載せておくので、気になる方はブログをチェックしてみてください。これなんだろうね、提灯持ってる男の子に話しかけてる感じですね。
はい、でね、これがね奥までずっと続いてるんですよ。目の前とあと右側にね降りるところもあって、まあちょっと今回はこの左というか奥の真正面の方に進んでいきましょう。これね、お庭が2層式っていうのかな、この上の高台とあと右はねちょっと1段低くなってる、だから庭が2つある感じ。これは月桂樹、イタリアの、ちょっとまあストップして読んでください確かにローリエ、ローレルとも言う、肉とか魚料理の臭みを取るときに使う葉っぱですね。でここがね、なんだろう、神社っぽく祀られてるスペースになっていて、こちらがちゃんと手を洗う、手を清める場所ですね。でこの日は特別何かのイベントの日ってわけでもなかったし、そんなに人も多くなくて、私以外にすれ違ったのは3組ぐらいでしたね。入り口付近で高齢の方で、ここね映してる時に一人男性が入ってきて手を清めていたので、その方、あと出る時かな、出る時にすごい深くお辞儀して入ってくる方がいらっしゃったので、まあ、そのすれ違う方々もねすごく信仰心というかいろんな思いがあってここに来てるっていう印象を受けました。手を清めた後はこちらに入っていくんですけど、この奥に乃木家の先祖の方、あと息子さんが2人亡くなってるんですよね、戦死してるので、その方々を祀っている場所らしいです。結構ね広さたっぷりあって、もし自分が亡くなった後にこういうとこでゆっくり過ごせたらいいかもしれないですね。あ、ここにも書いてますね。乃木家の先祖の方がここに祀られているみたいですね。上のお庭2段あるうちの上の方のお庭を今散策したので、ちょっと段を下がっていって、で下の庭を回ってみましょうか。ここは日当たり良さそうですよね。これお昼前後の時間帯なんですけども、多分当時のままあんまりこう改造してないような感じがします。竹もね後でメンテナンスしたらばもうちょっとこうきちんと間を打ってると思うし、これはバラかな、なんかそのところどころいろんな植物が植えてあって、そこに鳥居が見えますけど、あれは以前私が乃木坂ってどこっていう動画をアップした時にも映っていた鳥居かと思います。ちょっと忘れなかったら下にその動画のリンク貼っておきます。今バラの季節ですよね。この前行った旧古川庭園、あれも古川さんのお宅洋館なんですけどね、そこのバラ園すごかったですね。それも動画リンク貼っておきますので、よかったら下の概要欄から
チェックしてみてください。そう、ちょっとね風が強かったんですよ。はい、この右斜め上のところで、あのご自宅と大間さんのいるところとに出るって感じですね。あの階段は前の VTR でこちらなんですが、すごい英傑のところ。乃木大将夫妻は自戒されてるんですね。殉死されてるんですけども、その時のついた血のアイテムがここにあるって感じですかね。ちゃんとイロハスがそう、ここねとってもメンテナンスが行き届いてるんですよね。そう、殉死だから後を追って亡くなったんですけれども、明治天皇が亡くなって、でもその後すぐに自害、自殺ですねをしたんですが、乃木大将は乃木マレスケさんって言って、で奥さんはね、しずさんだったかな。しずさんは略かもしれないけど、しずさんも一緒に同じ時に亡くなりました。夫婦揃って自害したんですね。でこの階段を上がっていくと、一番最初のいた場所、最初にいた場所、木造のお家と、あと大間さんがいたところ、馬屋のとこに出てきます。でね、夏なのにモミジ、これモミジなんですよ。なんかこうモミジって秋のイメージがあったんだけど、夏もこんなに真っ赤になるんですね。はい、散策一通り見て回りましたので、このね近くになんかカフェレストランないかなと思って一回出てこの馬屋ですけども、目の前にね美味しそうなカフェがあったので行ってみました。なんかねテラス席もあって涼しそうな、いいかななんて思ったんだけど、ちょっと今日この日暑かったんで、中に実際に入ってみて外か中か選ぼうかなって思いました。ここはパン、デニッシュとかスイーツとかが中心なメニューでした。だけど私朝からちょっとね全然食べれてなかったんで、お惣菜系のちょっとそういうのが欲しかったので、まあ、2つぐらいチョイスしようかなと思いました。このね、ナスのグラタンっぽいのがすごく小さいサイズなんですけど800円。あとね、もう一品ぐらい選ぼうかなと思いました。ナスのオーブン焼き。オーブン焼き。はい、ちょっとほどお時間いただきますが、はい。ドリンクがコーヒー、紅茶、ジュースがつきます。プラス400円です。あ、他にも選んでもいい？はい、大丈夫です。スモークサーモンのキッシュ、キッシュ、はい、はい、とドリンクはコーヒー、紅茶、ジュースです。アイスでいきます、ね、アイスの、はい、紅茶、はい。ここから馬屋が見えますね。いい場所ですね。乃木邸に行かれる方はね、このカフェすごく近くて便利だと思います。でまずはね、キッシュが来ました。あと紅茶。店内は可愛い感じのインテリアで、
ヨーロッパ調ですね。多分なんか食器も結構いろいろ考えてるみたいでございます。私キッシュ大好きなんですけど、なんかねこれはかまぼこ的な何かがこうミックスされてて、卵以外のが入ってました。グラタンはまあナスがね巻いてあった感じ。あ、これポルシェなんですって。あ、でそのグラタンはこれスプーンで切ろうと思ったらグッてなんかそこが変な感じになってたんで切れなくって、でよく見てみたらこれあの底上げしてて空中に浮いてる状態だからそれは切れないよと思って。これ出来たてほやほやで来た時にすぐ食べないとチーズがねすぐに固くなっちゃうんで要注意ですね。私は固くなってしまったので割とすぐ食べたと思うんだけどな。お食事の面で言いますと、ここはパイ生地は美味しかった。キッシュので、だからね多分パン屋さんなのかな、どうなんだろう。パンはすごく美味しいんだと思います。でここの良さは景色ですよね。あの乃木亭を眺められる、それであと場所が近いっていうので、乃木亭終わった後または乃木亭にこれから行くっていう時に使えるいいカフェかなと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。乃木亭は目の前を通り過ぎちゃう人は多いと思うんですけども、もしね数分でも時間あったら中見てほしいなと思います。もう日本の良さがぎゅっと詰まった場所です。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。